入っています。さあ123465での作戦行動です。5対1になりそうなんですが、6号艇の深川真司が5号のポジションですでに 100m ポールを過ぎたあたりになったでしょうか。11レース1号艇香川の近江翔吾、2号艇は山口の清水浩二、3号艇は広島の正木政権、4号艇福岡の小上浩二、5号艇山口の水永照夫、6号艇は佐賀の深川真司です。深いところになってきた5コース6号艇の深川ですが、2位は1号艇の近江翔吾です。今年のヤングリーダー、さあここは並み居るベテランモサたちをさばいていくんでしょうか。2コース2号艇の清水浩二、3コース3号艇正木政権、4コース4号艇の大上浩二、5コース6号艇の深川真司までスローです。5艇から大きく後ろを起こしてくる短期がまし、6コース5号艇の水永照夫、5対1のスタイルで内から1番2番3番4番6番アウトは5番の並びです。1秒前スタートしていきました。さあかまして5号艇の水田が6コースからダッシュよく内の方に寄せていきますが、1マーク先手は1号艇の近江翔吾、そして5号艇の水田がまくり出して向こう正面1番と5番が前に立ちました。その後は6号艇4号艇が競り合って、あとに2番3番と続いています。スタートは前提正常です。1号艇の近江がトップ、追走5号艇の水田が、そして偶数艇3艇6番4番2番と競り合って2マークの旋回、6号艇の深川がさばいて3番で先行となっています。上位体系は156、トップ1号艇近江のリードは4艇身、追走する5号艇の水流に迫っていく6号艇の深川2艇身、さあ外に開いていきました。その後方からまた4番と2番も詰め寄っていきますが、2周1マークを終えて上位体系は156、入れ替わりはありません。後ろは2号艇、4号艇、3号艇の順で続いて、向こう正面スリット裏、先頭1号艇の近江翔吾、そして5番と6番また接近した格好、2マークの旋回2番手は5号艇の水田が、迫ってきた6号艇の深川、だいぶまた差を詰めてきました。1点審査ぐんと広げて6号艇の深川、2着から争いに持ち込みそうな勢いを5号艇の水田がなんとか抑えた格好から最終第1ターンマークの旋回です。6番の内に迫った、5番の内に迫った6番ですが、6号艇失速。さあそして今度はその後に2番と4番が差を詰めるところになって、最後の向こう正面構想、先頭1号艇の近江翔吾、ここは奮戦してインから決めていきました。そして5号艇の水永も猛追を抑えました。3番手は6号艇の深川、守った体勢、156で最終コーナー、まもなくゴールインです。第11レース準優勝戦、先頭1番近江ゴールイン、2着は5番水永、3着6番深川、そして2番4番ゴールイン、3番がゴールイン。Soms voel ik me slecht, dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de tijd dat ik kwaad op je kon zijn, nu is het stil. Met het vallen van de nacht, fluister ik nu zacht, hoor je mij misschien? Ik weet gewoon niet hoe. Bij alles wat ik doe, ik kan het niet hebben als het avond is. Oh, want 's avonds mis ik je.